皆さん、あけましておめでとうございます。2021年よろしくお願いします。お願いします。こういくのか、こういくのかで、結構こう人間性現れてますね。俺も丁寧でした。丁寧じゃないみたいな言い方されてます。2021年のイクピーはめちゃくちゃ変わります。どんな風に変わるんですか？めちゃくちゃ言い過ぎです。ちょっと変わる。今までディープスポット行ったり、フィリピンの現状伝えてたんやけど、まあこれもちろん引き続き伝えていくんやけど、今年はセブ島の架け橋マスターになりたいと思います。何それ？この架け橋マスター何かっていうと、最近視聴者さんから結構いろんな DM 届くんですよ。その中でもこういう DM が多いんですよ。あとこんなんとかセブ島の友達に恋人にサプライズしたいんですとか、セブ島の〇〇さん元気にしてるか見てきてくださいとか、そういうのがめちゃくちゃ多いんですよ。今やっぱセブ島に来たくても来れない人多いじゃないですか。来れない人多いっていうか、もう来れないじゃないですか。これみんなコロナの状況でどういう生活してるんかって知りたいんですよ、友達と恋人が。そうだね、もうみんな心配なんですよ。で僕もやっぱり発信者として放っておくわけにはいかへんし、みんなやっぱセブ島っていったらイクピーみたいな感じのそういう感じにもなってきてると思うから、だからこそ僕に依頼してくれると思うんですよ。だから俺はその依頼に応えたいと思うんです、今年は。今まで応援してきてくれたファンの方なんで、今回はもう恩返しっていうか、自分にしかできへんことをどんどんやっていく年にしたいなと思って。いやめっちゃいいことやね。それがセブ島と日本の架け橋だと思う。僕が唯一できること、僕はもうみんなのためになりましょう。なりましょう。マジでみんな心配してるんですよ。心配だったり、セブに来る日本人って結構、フィリピンの友達に会いに来るって人も結構いて、相手ですね、で連絡してくるもんね。その連絡が途絶えたとか、そういう人もいるんよね、実際に。そういう人の心配をちょっとでも軽減できたらっていうのもあるし、だから俺は今年はみんなの依頼を受けていこうと思います。行きましょう。お前やるから、みんな俺がセブ島におるから安心して。あ、でもあれです、めちゃめちゃ多分来ると思うんですよ、もうすでに来てるんで結構全部は無理なんです。確かにそれだけちょっと伝えとかなくて、俺体1個しかないから、もうここに関しては俺の独断と、まあなんていう偏見って言ったらいいかね、直感、まあ独断上で、そう独断上でどれ行くかとかはもう俺決めさせてもらう。それはイクピー依頼したのに全然言ってくれへんやんとかっていう声とかももしかして出てくるかもしれないけど、そこはマジでちょっともうこれお願いします。でも極力行くんで、みんなの心配する声を一つずつちゃんと拾っていって、それをね希望へ変えていく架け橋になろうと思うんで、行きましょう。もしこの動画見てくれてる人で友達にサプライズをしてほしいとか、そういうもし依頼があれば受け付けていくんで、もしよかったらイクピーのインスタグラムに DM してください。ということで2021年はみんなのセブ島架け橋マスターになろうと思いますので、よろしくお願いします。ってことは2022年はセブ島観光大使やな。それは無理やろ。あ、それがもう架け渡しだと思います。架け渡しです。架け渡しえ、あれ架け橋マスターでしょ。え、じゃあセブ島架け橋、セブ島橋渡し、橋ね、いや橋渡しじゃない、架け橋。間違ってても